動物の森について語りますか。じゃあ動物の森はまあ投げたと前回話しましたが、やっぱりね、何が私に合ってないんですよ、あのゲーム。何が合ってないかっていうと、買って開けてよしやろうっていう時にドバッとやり込めないんですよね。動物の森ってリアルタイムに連動しちゃってるっていうのは私にとってきつくて、あの村の村長で夜型の村とか24時間寝ない村みたいのもいろいろこんな設定はできるんですけど、それでも日が落ちて日が昇ってっていうのはやっぱね、日にね、その連動っていうのは変わんなくて、それを例えばね 3DS の電あの時計いじればいいじゃんっていうのはまた全然違うベクトルの話だからね、それはなしとして、あのやっぱねそれはでかい。あとね、なんだろうね、あれにサンシャイン牧場とか分かりますかね、ああいうのに近いですよね。ジンガのゲームとか、ジンガさんのゲームなんかああいう感じでね多いですけど、まあ合わない自分に。リゾート地までは行けるようになりましたよ、ちゃんと。で借金返したりとか家改装したりとか、まあその辺まではやりました、ちゃんと頑張った、結構頑張りましたけどね。化石掘って寄付して、あそこ博物館どんどん出来上がっていくんだろうなっていうのも分かるんですけど、うーんって感じでしたね。うん、自分に合ったゲームやりましょうっていう感じですね。動物の森楽しんでる人は逆にどこが面白いかっていうのをどんどんレビューしてほしい。ここが面白いとか、あとその楽しみに行き着くまでに何時間かかったとか、そういうのもちょっとレビューを聞きたいですね。動物の森が面白いくてたまらないっていう人世の中にたくさんいると思うんで、その感覚にずれてるっていうのが、まあ私今クリエイターではないんでいいんですけど、なんだろう、動物の森ここが面白いんだよとか、それが聞きたい。うん、あの村長さんをサポート、静江さんだ、静江さんが可愛いっていうのはなしでお願いしますね。あれも結構言われたんで、動物の森は静江さんが静江さんが可愛いゲームだよって、動物の森ちゃんとまあ投げましたというレビューをしました。何なんでしょうねこの動画、自分でもよく分かんないです。どうぞ無理というわけでした。バイバーイ。